どうも菅大志です。横浜ハンズゴルフクラブからお送りしておりますということで、今回は、ご質問にありましたスイング中にどこを見てるか、そんな質問がありましたので、皆さんに参考になるようなそのちょっと目線、どこをどういうふうに、見るといいんじゃないでしょうかということをおアドバイスさせていただければと思います。早速やっていきたいと思いますが、過去の動画、あとは他のプロゴルファーの方にお話を聞いてもですね、知ってる方もいるかと思うんですが、とにかく凝視しないこと、ボールを凝視してしまうとこの首や目に力が入っていってですね、体もこう硬くなってしまう、視野を狭くするのはあまり良くないというところで、焦点はぼんやりした方がいいのかなと。時々ボールの後ろを見ますか、前を見ますか、左を見ますかとか、それも一つの方法論としてはありだと思います。ただ自分の場合はできるだけぼんやり見て、そしてどこに一番意識というかですね、大事にしているかと言いますと、構えてスイング中に実はここまで目線の中にクラブヘッド入ってますので、そこにどんな軌道、どこにクラブが通っていくのかな、そしてどこからクラブが降りるのかなっていうところを私は特に気にしてます。そしてフォロースルーもクラブヘッドをどの辺に振り抜きたいかなというような、やはり軌道のイメージを持ってスイングしているので、視界としてはここまで見えてます。ギリギリ胸から肩の高さくらいですね。なのでボールをじっと見てたらここヘッド視界入ってこないですけど、実は今目線としてはもちろんボール側なんですけど、ヘッドの位置としてはここまでギリギリ認識できます。そして当たった後もこの腰の高さくらいまでヘッドの位置認識できますので、まずはゆっくりとした練習をしながらクラブヘッドの軌道が自分でイメージしている軌道、打ちたい球になるための軌道になっているのかをしっかり確認していきます。小さい動きで確認していく。今私が振っている振り幅はずっと視界の中にクラブヘッドが入ってます。フォロースルーは当然顔上がっていきますので、少しずっと見えてますが、バックスイングがここまで見えてますよってことですね。こんな感じでずっと見えてます。ここまで見えてるよっていうところを今振り幅として打っています。なのでこの辺が少しおろそかにしてしまって、仮にその自分が打ちたい球が打てないとか、軌道が大きくずれてる方は、やはり視界をですね、視野を広く持てるように、この幅見えてますそうですね、この幅は見えてますんで、ここをぼんやり見ててクラブ軌道だったりどんな面の形で当てたいかなとか、そんなイメージをしながら私はスイングをします。実際スイング中においては、それまではもちろん構えとか、立ち方において意識をしっかり持ってって、いい準備ができた後に最後軌道、フェースの形っていうのを意識して振っていきますので、もちろん速度が速いとですね、なんとなくしか捉えられない、そこをしっかり見てあげようっていうふうに別に見てるわけではなくて、ぼんやり今こんな軌道だったかなというふうな認識で時々入れるってことですね。なのでアプローチくらいであれば、これくらいであればしっかり軌道認識できますし、当たってるところもなんとなくぼんやり見てると少し分かってくるのかなと思いますので、あまり凝視せずに自分の打ちたい軌道、インサイドから入れたいよねってなったら、こんな感じで内側に引いて外に出すみたいなっていう軌道もすぐにできるようになったりするかと思いますので、今日は簡単なお話なんですけども、どうボールを見ていくかっていう、焦点が点にならずにできるだけ広く、私の場合はこの腰から腰の範囲、こんな感じの目線でなんとなく大きく、クラブの軌道を捉えてますということで、参考にしていただければと思います。時々ですね、場面によっては凝視した方がいい場面もあるかと思います。林の中に入れてトラブルショットをしっかりボールをコンタクトしなきゃいけない時とか、ぼんやり見ない方がいい時っていうのもあるんですけど、基本的にはこれが私は大事かなと思っておりますので、ちょっと目線問題困っている方は参考にしていただければと思います。ありがとうございました。